信仰県は中華人民、共和国山に師匠運上しに位置する県。古くは公衆とも称した。歴史的に思考業と演劇、音楽が盛んであり、1994年には国家歴史文化名場に指定されている。信仰は山西省の南西部にある。西は路量山脈に接し、南には川川が西へと流れる。北東には城川県が、 東には、河馬市が接する。春秋時代、進むの都の城は、河に設置されており、河は、新洋、平洋と並ぶ新国の重要都市だった。慶光の時代に、河から日田へと遷とすると、河は、古こと、新しく、都の城が設置された神殿は新港と、称されるようになり、これが新港という地名の初見となっている。当時の新港の中心部は、 現在の広馬市西部に位置し、新高圏東部とも接していた。戦国時代には、儀の藩と隣川城と称された。598年、隋城により、公州に新設された、昌平県を前身とする。607年には、公軍の軍地とされ、唐から総大にかけては、公州周知。近代には、進むやすふふ地、現代には再び、公州周知とされた。 明朝が成立すると、昇平県は廃止となり、管轄区域は公衆の直轄とされた。1912年、中華民国による修正廃止に伴い新興県とされた。県政府所在地である辰尾基地は、かつての公衆城であり、平面図が一頭の牛に似ていることから画牛城の名があった。城郭都市の中央を南北に走る大概が牛の背骨で、 その両側に伸びる数十本の東西の外交が牛のあばら骨で、城の東西に一つずつある大きな池が牛の目で、北部にある東東が牛の音される。現在の城郭は現代の再建になるものであるが、木内の外景や池の計画、古建築などには東大の面影が残る。木内の西北にある公主拠園地は、 中国に現存する唯一の随外の庭園である。県内の史跡のうち、甲州王道、福祥寺、日比駅病は全国重点分物保護単位に指定されている。古代の信仰は、川川と駅道の交差する場所にあり、北方の重要な水陸交通の要衝であり、また銃造や各種種工業が発達し、古代には72行、 行業皆京都商工業の発展の様子が資料に残されている。春秋時代、戦国時代には、精巧な青銅器が鋳造され、東大になると銅線鋳造の拠点とされ、銭管も設置されている。また壮代になると重量が1万金にも及ぶ二つの巨大な鉄商が鋳造され、公州王道の首楼に現存している。また東大から新大にかけてはこの地で生産された。 社府が朝廷に献上されるなど、主工業も発達している。オリサ以外には、文房具、漆器、刺繍、企画、印刷、製薬などが発展していた。これらの工業の発展を示す言葉に、南高北大、節州フライという言葉もあった。現在でも新興圏の経済の大きな部分を主工業や工芸が占める。高州は、擬曲が発展した地域である。 1950年には、公衆場内には16座の劇場があり、県全体では500座以上が存在していた。当以来の伝統である公衆鼓落は民族色が強い点が特徴とされる。これは、当初、李世民が劉武衆を破った後、当地の住民が大鼓を叩いて、新王派人落を披露して祝賀したという伝承より、後世に、 公衆鼓楽に発展したものとされる。現在でも公衆鼓楽芸術団は有名である。このほ他、川の劇など多彩な舞台芸術がこの地には伝わっている。ありがとうございます。